そうです。70分マッチのこの試合、この回が最終回、白組に点が入ればさよならです。さあ、そしてラウンドには遠山昌司さんが上がり、吉田芳雄さんがショートのポジションに、なんとしましたね。甲子園のショートに吉田芳雄です。吉田さんといえば、なんといっても牛若丸と言われた軽快な動きと卓越した守備、背番号23は永久欠番です。山口さん、吉田さんのショートはどうでしょう。いや、心配ですね。ばったり倒れるんじゃないかと思ってでもここで倒れても救急車ちょっと用意してくださいよ。なんかオリックスのキャンプ地で動きが良かったと。さあ、ピッチャーの遠山さん、バッターの矢野選手に挑みます。73歳ですよ。ちょっとショートゴロみたいですね。ショートゴロみたいですね。おーっと、そのショートゴロ、吉田芳雄さんの頭上を越えて、さあ、ツーベースになります。あ、これはサヨナラのチャンスですね。さすが矢野選手です。遠山先輩からのツーベース。吉田芳雄監督がピッチャーの、あ、守備ですか。今日プレイングマネージャーですからね。ね、プレイングマネージャーです、うん、すいません、吉田さん、引っ込まないでください。吉田さん、帰るんですか。1球ぐらい行ってから引っ込んでくださいよ。なんと吉田さん、一度もその華麗な守備を披露することなく交代です。本当に嬉しいところでした。マウンドには中西ピッチングコーチが向かいます。日本一のタイガースのストッパーですね。中西コーチが来ますか。来ましたよ。あ、加計夫さんがまだ出てきましたよ。どういうことですか、加計夫さん。あれ、加計夫さんおかしくないですか。ここはちょうどいい見せ場だね。ここは加計夫さん、さよならで、ね、もう特別ルールです。おー、割れました。加計夫さん、加計夫さん、あ、何しに出てたんじゃない、加計夫さん。いや、ショートゴロでしたね。加計夫さん、年を感じます。え、あのバットも折れましたね。バットも折れちゃってもったいない。恥ずかしそうですね、加計夫さん。あの時のね、パワーはなくなったね、加計夫。